ダイアントンネル の, あの壁のところをしますが、だいたいこんな感じです。で足元ですけど、枕木が残ってるトンネルと枕木が全然ないところありますね、はい、ここは西宮名城から来て第4番目のところなんですけど、鉄橋だったところですが、ここは比較的、枕木はないトンネルです。比較的歩きやすい方のトンネルだと。そういうのあるんで、確実にこの竹田尾の配線跡を歩くときは、懐中電灯がないとちょっとしんどいです。ほぼ真っ暗なところはあります。トンネルがカーブしてるんでですね、向こう側のライトが全然見えないんです。まあ、現時点でここでかろうじて見えてる感じなんですが、ほぼこのような感じの足元ですからね。まあ、慣れちゃうと大体こう割とスッスッスッと歩けるんですけど、最初はこう足元はねはっきり見えないからなかなか大変だと思います。かなり整地されてるところもありますけどね、ここのとこは、はい、ケースバイケースです。ちょっとここかなりガタガタしてるところですね。てな感じで、入り口が見えると。ここから先は遊園地施設的な感じになってるんで、これ竹田越駅から来るとね、ここの手前までは一応なんていうんですか、遊園地的な感じになってるんで来やすいですね。逆方向からでしたら、ここまで来る時まではライトはいらないです。懐中電灯はいりません。しかし、ラジオの方から西宮ラジオの駅から来る方は確実にライトがないとしんどいと思います。足元こんなところもある感じですね。ただ配線跡って本当にまっすぐですね。だいたい1時間半ほどですが、まっすぐです。まっすぐはごめんなさい、まっすぐというか平面です。もう 上下道はありません。道はやっぱり山乗りに行ってるんでね、カーブがありますが、ほぼこのような感じで竹田尾渓谷というか、向こう側渓谷の風景は非常に綺麗です。でここに書いてますように、ハイコースではありませんと、落石注意、事故責任ということで、昔からみんなそれに慣れて歩いてるという感じではあります。でこっちまでは、JR の竹田尾の駅から、懐中電灯なくて歩いております。この、ね、反対側もこの辺りまでは歩けますね。ちょっとしんどいですが歩いてます。